では実際にセットしてみたいと思います。これがね結構シビアなのもあるしうまくいかないんだよね。はい、今とりあえずカメラを載せました。これすごくちゃんと立ってるに見えるでしょ。でも手で支えてるからなんですよ。それで、ここにネジがあると思うんですけども、このネジで微調整を取っていきます。今この状態で手を離すとこのように揺れてしまいます。なぜかっていうと、ここが支点に対してバランスが取れてないんですね。今だと後ろに若干バランスがあるので、こいつを これを回すと、このジンバルと言われる部分の位置が少しずれたりします。これを少しずつ微調整をして、ここが水平になるように保っていきます。このほんのちょっとネジを回すだけでかなり違ってきてしまうので、これだと、今前が重たくなっちゃった。あ、そうね、前がちょっと重たいのでこいつを、はい、こんな感じですね。それからあともう一点、ここにも水平器がついてると思うんですけど、この下、ここにもネジがあるんです。これは左右のバランスを取るものですね。ここでこの水平器がの中にこの水が入ってでしょ、これが真ん中にピタッと合うようにするんですが、こいつがですねなかなか合わないんです。こいつがピタッと合うようにしたいぞっとぞっと、よいしょぞっと、さあ合うかな、もうちょいかな、よいしょ、はい、これでほぼあったかな。これでちょっとズームをかけてみると、はい、これでほぼ左右に関しては真ん中に揃いましたね。だいたいこんな感じです。そしてあとはこの状態で、水平が保っていればピタッと止まるんですが、この場合ですとまだ前が若干重たくなっているので、このネジを前側にこいつをネジを混じ込んでくると、これでほぼ水平が取れました。今ピタッと止まってるでしょ、これがね。はい、これでズームアウトしていくと、はい、こんな感じですね。でこの状態になった時にこれを外して持つと、はい、この子は止まっているわけですね。でこの状態でこういうふうにずらしても、前後ろ前後ろにしてもカメラがぶれなくなります。では実際に録画してみましょう。で使い方としてはですね、